リーチマイケルはニュージーランドクライストチャーチ出身のラグビーユニオン選手。2013年に日本に帰化した。ジャパンラグビーリーグワンの東芝ブルーブルーパス東京に所属。15歳の時にクライストチャーチのセントビーズカレッジから留学生として来日し、札幌山手高校に入学。同校卒業後は東海大学体育学部へ進学し、 東海大学体育会ラグビーフットボール部に所属。2008年に開催されたラグビージュニア世界選手権に日本代表として出場。同年11月16日アメリカ戦で日本代表として初キャップを獲得。東海大学3年時に第46回全国大学ラグビーフットボール選手権大会で準優勝。 大学4年の大学選手権でもベスト4をそれぞれ経験。東海大学卒業後、チームメイトの三上正隆と共に、東芝ブレーブルーパスに加入。同年開催のワールドカップの日本代表に選出され、予選プール全4試合、フランカーとして出場。2013年スーパーラグビーの競合をチーフスに、期限付き移籍すると発表したが、 同年2月に腕を骨折していることが判明したため、後にチーフスとの契約を解除された。加えて、同年6月1日に行われた、フィジー戦で足首を脱球骨折した。同年7月25日に法務省から帰化の認可が降りたことから、今後は日本人プレイヤーとして活動することが可能になった。それに伴い登録表記を、それまでのマイケル・リーチから、 現在のリーチマイケルに変更。またこの年東芝で首相を務める。2014年4月、エディ・ジョーンズヘッドコーチから日本代表キャプテンに指名された。アンドリュー・マコーミックに続き二人目の NZ 出身キャプテンに就任。2015年チーフスに再加入。また同年開催のワールドカップの代表に選出された。ラグビーの傍ら7月1日には、 ニュージーランドスタイルのカフェ、カフェプラス64をオープン。名前は出身国ニュージーランドの国際電話の国番号に由来。2019年8月、ラグビーワールドカップ2019の日本代表に選出された。10月、ラグビーワールドカップ日本代表のキャプテンとしてチームを史上初のベスト8に導いた。十一月三日、東京都府中市より、 市民栄誉賞及び市民スポーツ特別栄誉賞を贈られる。ありがとうございます。